はい、それではここからゲストのご紹介です。前回に引き続きこの方の登場です。まなみさん、読んでください、どうぞ。はい、ご紹介します。経営者支援ファイナンシャルプランナー協会経営代理店ライフプラン&売上アップ研究会認定講師、防犯エンタメ集団リスト代表、2015年神奈川県知事、東証セミナー講演ジックショー、メディア出演は年間100カ所、そしてムーンウォーク世界大会面白部門2015&2016&2017優勝面白部門3連覇を達成のマジシャンの DK さんです。さあ、DK さん、今回2回目の登場ですからもう、はい、ありがとうございます。話が、ね、止まんないんですから、ちょっと、ね、いいところに切らないといけないので、はいはい。まあ、前回ね、ムーンウォーク世界大会についてお話をいただきましたけど、はい、今回はですね、はい、やっぱり DK さんの一番の面になります、はい、そのマジック、マジックについてね、お聞きしたいと思いますけど、マジックに行くきっかけ、うん、ってなんですか。はい、もういいこと聞いてみました。これね、ずっとダンスは一応高校大学で一生懸命やってきたんです。で、路上パフォーマンスを僕2年間やって、はい、路上パフォーマンスで、人を集めるホコ店なんですよ、新宿渋谷ってやったんですけど、はい、でダンスを見てもらいたいじゃないですか、だけどその前に人集めるときにマジックをちょっとやってたんで、まあ、こうハンカチを出すよ、簡単なステッキってやつで、人はとにかく集める、そこからダンスをちゃんとしたものをみんなの10人ぐらいのチームの見てもらうってやってて、でそれ2年間やってて、でだけどダンス諦めたんで就職して、はいはい、就職して営業マンになったわけです。車のセールスマン、全然違う。確かにね、3連覇したけど、その時はまだ出てない、まだ出てない、ね、車のセールスマンになった、はいはい、全然売れない営業マンなわけですよ、はい、よく車も分かってないし、うん、ちゃんと勉強もしてきてないから、うん、だけどそんで上司に営業マンは個性を持ちなさいって言われて、うん、ここで何かやんなきゃダメだぞって言われて、まあだから手品とかいいんじゃねえかって言われて、でも昔やったことあるんだとここでなんかリンクしたんですよ、はい、でだから僕の時は昔ピンポンピンポンって地域を担当する地域があって、はいはい、訪問販売の、訪問販売だ、訪問販売マジックってことですか。そうですピンポン、だから車売りたいんだけど、はい、ピンポンをしてマジックいませんかってやばいそれ、やばいじゃん、やばいえ、でも個性持ちなさいって言われて、まあ、一応ダンスもまあまあやってきたし、まあ、マジックもちょっとできるから、まあ、とにかくやってみようと思ってやったんですよ、うん、マジックになったりとかしたら、まあ、地域で話題になったんですよ。変なやつがこの地域歩いてるのなんかマジックを強制的そう、強制的にマジックを見せようとするやつがいるから、やってたら自治会の方たちが棒踊り大会があるから、はい、お前櫓の上でマジックできるかって言って、初めてのオファーが来たんですね。で車のセールスマンのショールームに電話が来て、それで、ね、できますっつって、まあ、大してできないんですよどのくらいできるんだろう、まあ、20分ぐらいですかねなんつって、でそこから一生懸命ショーの曲をまずミックスするのが流行りだしたんですよ、パソコンで、ね、うん、サビをこうパソコンで撮って、ね、で、マジックのでも大してないから東京ハンズでいくつかかってきて、はい、まだ足りねえなってその間はダンスでごまかそうっていう作戦でした。すごい。そうしたらダンスはママやってたわけじゃないですか、はい、でダンスがすっげえウケたんですよ、うん、でお前とマジック面白いなって言ってくれて、うん、それ で今度ここの老人ホーム行ってみるよとか、保育園行ってみるよとか、はい、いろんなところ呼んでくださるようになって、なんか2、3年一生懸命するコツコツやったら、その後すげえ車が売れた。なんでそこに繋がったの。すごい、すごい、車が売れた。多分人が覚えて、うん、あいつ車売ってるよって知ってくれたってことですよね。皆さんが言ってくれて、地域の方車が買うと漏れなくマジックがついてくる。ゆっくりこのマジックみたいな。すごいわ、それ。調子乗ったというか、まあこの仕事は人喜んでくれるし、例えばピンポンをしていても開けてくれないけども、例えば老人ホームに行って、ボランティアでマジックやりたいんですって行くと、うん、あ、ぜひやってくれよってなって、うん、老人ホームとかに同じ場所に定期的に毎月とかいろんな箇所行くわけです、うんうん、そうするとたくさん車使ってるじゃないですか、あ、そうすると中に入り込めるんですよ、仕様を使うと。なるほど、うまいこと考えましたね。いや、ちゃんと考えてないです、とにかく買おうと思って、うん、
ったらいつもお前あの君来てくれるけど車なんだよね、うん、うちのちょっとあの見積もり頼むやつがすげえ来るってことに気づいて、ああなるほど、これはいい作戦だって、うん、老人ホームと幼稚園のバスとかを見て、うん、バンバン営業がマジックを使って営業をかける、なるほどね、そうか、じゃあ車売れなかったらマリシャもサインすればいいわけだ、僕ね皆さんにこれ伝えたい車屋さん聞いてますか、車売りたかったらマジシャンを雇え、そうそう、例えば1ヶ月後来てねって言ったらやっぱりある程度ショーの流れ作んなきゃいけないから、はいはい、まあ、いろんなの買うようになってもう、よく例えばある程度できるようになったらショーやりますとかじゃないじゃないですか、うん、もう決まっちゃってるから、ね、やるしかないから、そうですね、そういろんなネタを買って、うんうん、一生懸命あのなんかその30分のショーを作っていって、まあ、それをどん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 繰り返してたから、まあ、たまたま技術も上がったよ、あ、そんな感じです、じゃあ必要に駆られてマジックだったんですね、で今車屋さんを辞められた、あ、まあ、そう、車屋さん辞めて今保険屋さんに転職を30歳で転職したんですけど、はい、あ、もうなんかもう車じゃマジックやれねえみたいなそういうノリ、そう、車はまあ売れて、まあ、調子の立つもあったんですけど、うん、あのなんだろうな、まあ、車はもうここぐらいかなと思ったんで、はい、次はもっと大変だと言われてる保険のセールスマンを全部してみようと思って、で、保険屋さんに転職したのがちょうど30歳ですから、はいはい、12、3年前、はい、で、これも同じ手法を使っちゃおう、はい、同じですね、また老人ホームも行ってそこら今度保険売るみたいな、そうそうそう、うん、やり方一緒なんですよ、うん、やっぱ顔と名前、顔別に名前も別に覚えなくていいです、あの保険屋がいるって言ってたんですよ、変な保険屋がいるみたいな、そう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 、マジック見されるって言ったら生命保険が、そうマジック声で出てくるんだよ、マジックを見させられた挙句なんか高額の生命保険がいらっしゃるんだけど、やっぱり人を笑ってくれもらったり笑顔にするとやっぱりいいことが舞い込んでくるんだなってこと気づいて、そう、それで施設長さんとか理事長さんとかはもういつも保険やってんだってなんか持ってこいよ意外と言ってくれるんで、でもそこまで待つんですね、あ、結局僕そう、ね、自分からもちろん名刺は渡すんだけれども、うん、まあ、なんかあったらくださいねって言うと意外と何ヶ月後とか数年後とかにやっぱ連絡いただけるので、今も僕はね自らこう営業するのはあんま しないんですね、マジックの方が営業してる方がいいってことだね、そうですね、マジックやった方がなんかある程度こっちのキャラクターじゃないけど、はいはいはい、僕のこと分かってくださる方が依頼してくれて、なんかフィーリングがある人がお客さんもたくさん来たんですごく仕事も楽しいんですよ、はいはい、幸せですね、幸せ、じゃあもう無目3連覇いらないですね、いや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 そういうことじゃない、それはねすごいですね、いやいやダンスやってて、だからマジックに移行するのも意外と簡単だったんですよ、うん、曲の編集できたんで、はい、なんか見せ方とかって、まあ、よくありますね、こうパッパッパッてどう見せたらいいかみたいな、はい、なんとなくわかるじゃないですか、はいはいはい、でどこで決めたらいいとか、だからダンサーはちょっと衰えてきたと思ったらマジック絶対やった方がいい、ダンスの技術が衰えたらみんなマジックをやるマジックでもすごい、うん、すごい、いい切り替えですね、うん、なんかこうすごくいいと思う、うん、本当に絶対と思う、これチームでやっててこうソロでやるようになるじゃないですか、で結局やっぱりなんだろう、ダンスってチームでやる人とそのソロでやる人とって結構変わってくるじゃないですか、うん、でも自分がこう今までのチームを離れてソロでやるっていうのとのそのなんだろう あれっていうのは何かあります、やっぱり今までの仲間じゃなくて自分がソロにやっていく、だけど意外と僕はチームの時は振り付けを作るのは結構苦手なタイプで、はいはいはい、みんなには作ってもらって教わるような感じだったんで、そうだからね、意外と一人の方が楽かもなとは思いましたね、ソロ向けだったってことですね、そうですね、あとはもうすごいもう全責任自分で負うしかないから、うん、誰でもいないから、うん、もう自分の、まあ、やりたいようにもできるけど、うん、全責任を負うっていうなんかね舞台の横でスイッチがきちっと入ってよしやるぞ、確かに確かに、あとはもうやるだけだ、うん、ダンスってね5分ぐらいで終わっちゃうから、なんか自分を出し切らない部分ありますよね、そこなんかの動画でおっしゃってますけど、やっぱりダンス頑張っても、まあ、5分から10分が1人で持つ限界だと思うんですね、マジックって30分とか、うん、もっと人を巻き込んでいけばずっと長くできるから、うん、この手法はやっぱりねすごくいいから、なんかわかんないですけどね、まあ、ダンス絶対ずっとやりたい方もいらっしゃるかもしれないけど、ちょっと転換するだけで
ね、乗り換えたらそうですよね。その通りかもしれません。でも、待って、そうですね。まあそうですね。そうですね。先駆的にもやってるんですよ。なんかね、ダンス。仲間ですか？まあ仲間ですから。そうそうそう。だからダンスも確かに大事なんですけど、はい、まあ私自身は、うん、そのダンスは表現の一つなんですよ、うん。だから別にそのダンスだけじゃないんですよ、自分表現するのは。だからよく聞かれるのは、のりこさんって大道芸人なんですか、それともマジシャンなんですか、それ、はい、あのそれともダンサーなんですかって聞かれるけど、いや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 、それ全部含めてドリンクの2人ですって言います。だから別にダンサーとかじゃなくて、パフォーマーとかじゃなくて、MC とかじゃなくて、俺がやれば全てドリンクスタイルですっていうふうに伝えてます。ああ、そういう感じなんですね。こだわりあんまりないです、うん、はい、全然ないですね。最初になんか言われて批判的なこともありましたよ、ね。あ、もう散々批判されました、まあ、それはダンスじゃねえとか。あの、私あのダンスをやってて、クラブのショーで初めてね、多分ね、鳩を出したんですよ。たぶんね、日本で初めてダンスの仕事でハトを出したら俺だと思うんだけど、そんなことやりました。そしたら会場がドカーンって湧いたんですよ。ドカーンって湧いたんだけど、後でダンサーから散々批判されました。それはダンスじゃねえ。で大道芸人からは、それは大道芸じゃねえって言われました。ですもんね。まあ確かにね、そういうのありますけどね。僕も先が合うんですよ、本当に。ゆめさんもなんかマジックできますか？なんかやろうとしてました。やろうとしました。なんでしたっけ。なんか口からカード出す。あ、いいね。口からカード出そうとしてましたからね。そうそう、なんかね、あの、バッテリーした後にパッて構えて、やろうとしてましたからね。そうそうそう、やったほうがいいよ。でもついついちょっとかっこつけたり、はい、僕もだから、のりこさんね、ちょっと世代が下なので、今度はあの人はお前がやってんのかなっていうのがやっぱあるわけですよ。ガンガンや、はい、なんかダンスだけで俺たちはやるんだみたいな感じですけど、はい、やっぱり行くと、いや、すごいなって思うんですよ。ありがとうございます。そこに行けないですよ、なかなか。みんなそのままやめてっちゃう方が集まっちゃうと結局多かった。そうなんですね。なんかあのパフォーマンスとかをしてて、苦労なんか、うわこれちょっと大変だなとかっていうのはありますか？昔は、なんだろう、本当になんか、ショーを頼まれて、老人ホームさんに行ったら、すげえ墨の方で、なんかやらされることとか、あと小学校で呼ばれて、やったと思ったら、なんか渡りとかでやってくださいとか、あ、結構そういうのはありがちだったなと思って、うん、確かにね、結構、あれですもんね、私もそうでしたけど、全然あの呼べばお客さんを集められると思ってて、そう、呼んで、のりこさん、ここで俺が見ますよ、誰もいないの。俺ほとんど今、あんまり外はやらないケースが多いんですけど、でもすごいと思うな、ヘブンアーティストって。あ、まあ、ヘブンアーティストね、やってる。人を集めるところからやるから、本当にあれは難しいと思う。今のそのダンスやってるショーケースの子とかは、ダンスを見に来てるお客さんがいるじゃないですか。でパフォーマンスってね、こう人を集めるところからなんで、面白くなかったら途中でお客さんいなくなっちゃうんですよ。確かに。だから必ず面白いものをやらなきゃいけないっていう頭があるんですけど、今の子はもうつまんない踊りをやっても人が見てくれてるから、そこにちょっとね、甘えはあるんじゃないかなと思いますね。うん、そういうところがやっぱちょっとね、あの厳しさが足りないところかなとかね、思っちゃったりもするんですけど、まあ、こういうことあんま言うとね、また老害がなんか言ってるみたいな、言えない、言えないみたいなね。これ一人だから多分いいと思う。チームだと3、4人、5人って、やっぱり一歩引いてやるから、はいはい、あの、なんかスマイルみたいな、もう全部背負って、俺がやるしかないって、やっぱね、あのスイッチ、僕はね、すごく、あと僕も素顔出ないんで、素顔っていうか、帽子かぶって、サングラスしていくと、なんか、切り替えられる。ああ、そうか、サングラスしてますもんね。あれずるいね。恥ずかしいです。マジシャンはね、ずるい。サングラスするじゃん。一人だけマスクみたいな。俺素だと思う。本当に。むしろ最近マスクだから、マスクも嫌だよね。そう。でも最近はパフォーマンス、コロナ禍であって、こうマスクしたりとか、あれもやっぱやられる。やっぱ一応マスクはして、途中取ったりとか、風船のやつとかを取ったりとかはしてますけど、またつけて、やっぱり行っちゃうとか。あ、そうですか。こう動画上げちゃうから。ああ、確かに。TK がなんか口から出したけど、マスクしてね、こいつ。そうかね。難しいところですよね、やっぱりコロナ。たぶん、のりこさんもそうかな。みんな会場の観客の表情見ながらネタを撮って。はい。それが難しい。顔を読み取れない。あ、マスクしてるね。確かに。受けてるのか、受けてないのか。めっちゃわかんないですよ。でも大丈夫ですよ。サングラスしてるから。こっちは。そうでね、お客さんから見てるとマスクしてるパフォーマーってなんか笑顔なんだか孫なんだか分かんなくて、なんか相槌とか拍手が打ちにくいって言われました。だからマスク取ってるとニコって笑ってるからここで拍手だとかって分かるんですけど、こうやってやっても最後の決めポーズなのか拍手をくれるのか分かんないって言ってましたね。そう、取った方がいいんですけどね、なんか飛沫あいつ飛んでやがったみたいになるとね、
あれなんだけどね。じゃあまたネタ改造します。どうするしかないですね。また新しいお二人が見れることを楽しみにしていてください。まだうまくまとめないチャット感じになりましたけどね。まあそんなこんなでね、お話尽きないところなんですけど、ここでムーンウォーク世界大会面白い部門3連覇優勝のマジシャン TK さんにおすすめの曲をお聞きして締めたいと思います。それでは TK さんどうぞ。はい、僕がいつもあの歌う最初に歌う曲、田原俊彦の抱きしめてトゥナイト。それではお聴きください。どうぞ。